はい、皆さんこんにちは、アキでございます。ダンジョンマスターやっていきましょう。やっぱり取りに行かないといけないんだよね。これは、ただ階段、そうだ、カンニングするの忘れてる。ごめんなさい。ごめんなさい、ねと。ここに向かわないとダメなんだよね。また、ここ、あれだね、いらない道具を、みんなこれ詰めていこう。みんなこれに詰めていきましょう。何してんの？ボーパルの剣は、ボーパルの剣は置いとくか。こんなのいらないね。置いていいんじゃないのか。いや、捨てるもんがないね。平地さんは？これか。これ、マナの杖。マナの杖いるかな。何キロあるのこれ。3キロもあるわ。でも、魔法があるもんね。魔法があるから杖はいらないと。そうだね。魔法あるもん。あららららら。こっちだったね。これ入れて、入らない？そっか、でかいものは入らないのか。そうか、じゃあ仕方がないですね。持っていきましょう。てか、地べたに放っといてもいいのかな？そう思うと、私、この無駄な行動何だったのっていうところですね。はい、ここ置いていきましょう。なんで、まだ拾ってるね。で、だったらねと。だったらもう、一応ね、でもボーパル持ってるしね。ボーパル持ってるんで置いときましょうか、ここね。さあ、また追っかけ稽古するのかな。これどこだっけ。岩にあって岩にあらず。はい？何ここ？あらら？今これどこだい？どこだいここ？あら？初めて見たね、岩にあって岩にあらずって言われるのは。なんか動いてる。石の滴のような音がしてますね。でも私あれなんですよね。何これ。まだまだ彼らとやれっこしないといけないですよね。盗む敵さんとね。あら、何これ。巻物ね。呪文。稲妻。あら、これ見てない、見た気がするんですけど。あら、どこだろうこれ。ちょっと待ってね、ひょっとしてもうワンフロア下に落ちてる？いや、違うね。ちょっと場所ははっきり分かんないね。ちょっとうろちょろ。前回どこまで行ったかな。前回どこまで行ったでしょうか。岩にあって岩にあらずって、岩がないんで突っ込めていってんのかなって今思ったんですけど、ちょっと違うみたいですね。あれ？でも敵さんいそうだね。これ戻ったのかな。戻ったんだね。でこっちは骸骨。骸骨っていうと、ほい、うわー、ここか。今地図でね、ちょっと見た感じ。何これ。ちょっと待ってくださいね。ここだわ。分かった分かった。これまだ降りる？まだ降りそうだね。でも右行けるけどね。
正直ここまで来たら敵強いんじゃない？あら、ちょっと待ってたね。今私ね、レベル12にいます。レベル12だね。あれ？こんなような場所がないな。あ、私南向い、いや違うね。あら、どこ、これいた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 。まあちょっと進めるだけ進んでしまう。ああ、それね、なんだい、出たければ入り直す、意味が分からない。出たければ入り直すってどういうこと？あ、無限ループになってるってこと？ああ、こういうことね。出たければ入り直せ。出たければ入り直せか。ちょっとわかんないね。で、これが多分上のフロアですね。で、あ、いやいやいや、こう上がって、で、上のフロアですね。え、9?9 だね。あ、9に来たのか、8は？ああ、そうか、今9にいるんだね。9のどこだろう。T 字路でぶつかってる階段、あれなんか似たようなのがいっぱいあるけど、これ左見てすぐ行き止まりだったら私が今思ってるとこと一緒。あ、違ったね。右にも行けて左にも行ける。これは違うね。何が違うのかというと、これレベル 9じゃないわ。8？ いや、8でもないね、これ。あ、入っちゃった。違う。で、前見て、左、なんか、すごい重い。え、私、誰か、オレンジになってる？なってないよね。あー、しまった、それじゃない。ああ、これはそうだ。これまた追っかけっこのとこだ。ああ、今回は盗まれないように頑張りましょう。ああ、ちなみに私、あ、多分弱い魔法でいいんだよね。ファイアボールね。ああ、ここか。はい。ああ、これで来ると、なくなるのか。で、ここにポッチがついてんだね。このポッチは何なんだろう。何が起こったかわかんないけどね。あ、ワープが消えた？ちょっと今発音おかしかったけどね。消えた気がするね。まあ、あったような気がするんですけど、ここに。これファイアボールの罠かな？あ、違う。ウサギの足とフル爆弾。これウサギの足だよね。ウサギの足ですね。ちょっとフル爆弾はね、盗みに来る彼らに見舞ってやろうかなと。ああ、おかえりなさい。敵がね、なんかもうおっかないわ。これはどこ？お？鍵開けてますね。開けてるんで問題ないね。ちょっと現在地が把握できてないのが申し訳ないですが。あー、来たね、ここ。はいはいはい、ありましたね。で、ここは、あ、ここか。で、まっすぐ行って、左に曲がって、あ、ドクロの階段だ。ここか。
で、ここまた階段があって、これは下り。これもういいですよね。あ、で戻ってきてと。ああ、はい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 。私はしばらくここで、盗むのとキャッキャオフをしないといけないですよね。お？あ、いた。敵いたね。これ普通にやっつけ。こいつ先だな。あ、でも待てよ。こいつ先じゃなくてこいつ先だわ。なぜならば。あ、下がっちゃった。下がっちゃった。あららら。ちょっと待って。魔法、魔法、魔法、魔法。魔法ね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。止めちゃうよ。止めちゃうよ。ちょっと待ってください。あ、ハームのマテリアルね。これだね。よいしょ。で、ハームのマテリアルは、そこそこ強いので、私が使っちゃいましょう。で、これと、あ、これだね。覚えたなと思ったけど、全然忘れてますね。あっし、来たー。で、こっち振り向いて、はい、突き刺すね。あら、あそこに宝箱落ちてるの、あれは、どう見ても私のあれだよね。そっか、あの時も湧いてるから、あれなんだよね。あんまり、悠長なこと言ってらんないな。あ、これは空っぽね。これは空っぽの宝箱。またなんかあるね、こっちがね。押せるかな？あ、もうすでに押してるっぽいですね。これは？押してるっぽいね。え？これ出っ張ったね。めり込んだね。多分めり込んだ方でいいと思うんですけど。これ、あれかな？あ、これあれだ。罠だ。あ、これを止めたんだね、きっとね。もうガンガン盗まれてもいいから、もうとりあえずあれをやっつけちゃおっか。してなんかあった、ポッチがあった、今。あ、ないね。いやー、ちょっと憂鬱ですけどね、彼らとじゃれ合うのが。足音が速いと彼らのお出ましなんでね。速い速い、なんか速い気がする。違う？来てる気がするんだよね。もう取られてもいいから落ち着いてプレイしましょう。またハーブもノンマテリアルだね。はい。はあ、手裏剣拾ってもね。なんかいい手裏剣だったらどうなんだろう。手裏剣だね、普通のね。投げちゃおう。よいしょ。こっちは行ってるよね。これ私投げたやつね。あれ、彼らは出てこないな。ちょっと待ってくださいね。チーズを、チーズをと。真ん中に結構、おお、いたわ。またハーモンのマテリアルだね、これね。よいしょ。よいしょ、覚えたよ、もう。覚えた。これどうだろう。ちょっと休んだ方がいいのかな。ちょっとだけ休みましょうか。奇襲されるかな、こんなヒットアップルドを見てるとね。あ、今のところ大丈夫だね。
いけたね。あれ、こんなとこ水あったっけ？鏡じゃないよね。盗まれるところに行くとね、音楽変わるんですよね。あ、斧があった。私のやつだね。あー、どうしよう、持っていこっか。あ、いてて、ちょっと欲しかったんだよね、これね。破ける扉があったときに。あー、でも赤くなっちゃった。赤くなっちゃったね。でもこれ私が持つべきだよね。そうだね。で、これがあれだね。あ、なんちゃらっていうついだよね。あら。一応これ分かりやすいとこまで持っていっとこっか。U の杖ね。そうそう。U の杖ね。また階段で残しておきましょう。ああ、今回進捗ないね。今回は全然進捗がないまま時間が過ぎちゃいましたね。これ落ちたらダメだよね。あれへこんでるよね。でもスイッチあんだよね、ここにね。これが何のスイッチかわかんないんですけど。で、カラビンがあって、どこ、ああ、これ逆だ。ほい、あ、こういう感じかな。ああ、こういう感じね。あ、これで、あれか、入り口んとこか。あ、でもこれ、次来たら、閉まる方がいいんで、この方がいいんだよね。いやー、いい音してんだけどね、なんかね。で、これ行くと、ああ、穴開くんだね。おお、危ない。で、これで取っていくと、また来たか。よいしょ、この方がいい。あ、いや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 、わざわざ来てくれたのか。行きますよ。はい。おい。おいと。たまに平地さんが隣ないといけないけどね。結構、大変じゃないですね。楽勝ですね。あ、なんか今あったの。あ、違うか。柄か。お？これと、おお、開いた。ああ、やっぱ来た。ああ、コノガく投げちゃえ。ああ、もう全然ダメだ。ああ、もう制御が。で、どんどん来るんですよね、これね。どうぞどうぞ、もういっぱい持っていっても。全然構わないわよ。もうここでやっつけよう。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。ああ、操作がうまいことできない。いや、もうこの一角から逃がしちゃダメ。は？何？もうははは、言ってくださいよ、もう。とにかく撃つ。で、左向いて言うでしょ。あんたにもお見舞いだ。おい。まだいるのかい？ああ、いるね。これね、多分ね、こっから動いてダメなんですよ。こっから逃がしちゃうとダメ。平地さんお願い。あ、そんな強いの使っちゃダメ。もったいない。
これね、逃がしちゃダメだから、これ多分ね、そう、一角なんですよね、これね。よし、いけた。いっぱい取られてんだ、これが。なんかそれ思い出しましたわ。もう取られまくりだね。ああ、よいしょ。で、ファルチオの剣。で、これも投げてと。で、あ、これファルチオの剣だね。いやー、あ、まだいるわ。これもファイアボールだね。ほい。ほい。ああ、荷物の回収はしないといけないね。ああ、音楽やんだから大丈夫なのかな。おお、あ、いやいや、それ違うわ。やっぱり鳴ってるわ、音楽ね。まだここから動かない方がいいのかな。十字架は私が持ってていいのかな。で、斧ね。で、カラフラスコ。よいしょ。で、ちょっと曲がりましょうか。で、もう何でもかんでも取られるんだね、これね、やっぱり。キーアイテムも取られそうだね。これ取れないね。で、ああ、銀貨ね。で、金貨ね。で、短剣ね。短剣は私だったね。で、竜の杖は、平立さんだね。で、違う。よいしょー。で、魔法の5分ね。これが、ヘタチさんで。ああ、また間違えちゃった。オペレーションがね、このオペレーションがほんと慣れない。はい。カラフラスコ2つだったのかな？で、ウサギの足ね。ああ、私ウサギの足持ってたんだね。いない？で、テックス兜。これね、どこにいんだ？あ、後ろにいんのか。うわー、逃げられる、これ。は、なんか変なの入ったし。うわー、もう。うわー、逃げられた。最悪。あ、いた。いや、これ、あれかな？もう何時かこの、あれが腹立つんだよね。ああ、マジックパワーがないのか。ああ、最悪だ。何も受け付けないなと思ったらマジックがなかったんだね。ああ、ほんともう、なんだろう、もう。ああ、ほんとこいつが来んのか。なんかもう頭きちゃうね。すごい頭きちゃう。もうね、この先行入力がもうどうしようもないんですよね。ああ、よし。じゃあ普通ので、これでいけるでしょう。ただ、ああ、右に寄ってるね。こうだな。どうぞ。やっつけきれなかったですね。あ、やっつけた。で、ところで私、デックスカツラどこに持って、あ、まだ持ってたんだね。デックスカツラ、これ何番の？あ、1点軽い。確か、そうだね。私が持ちましょう。で、銀の兜。
1.、あ、銀の兜も軽いね。で、この兜が重いのかな？あ、これ普通の兜だね。あ、痛い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 。投げちゃえ。しかも夜な、暗くなってるしね。とりあえず殴っときましょうか。で、あ、私がデックス兜で銀の兜のものにしときましょうか。で、ヘラチェさんがデックス兜をかぶって、あ、寝ましょう。ああ、疲れた。ほんと疲れちゃった。さあ、回収をどうするかですね。いや、どうしよう、本当に。ちょっと今回は結構な時間やってますけどね。いや、ほんとこれ回収どうしようかな。忘れたらもう辛いもんね。何盗まれたんだろう。こっそり持ってきたかれたような気がするんですけどね。ああ、水飲み袋をやられてますね。参った。ほんと参ったな。ほんともうこれ、ほんとマウスでするゲームだわ。マジックトーチじゃなくて、明かりだね。ライトだね。ライトの魔法は、私まだダメかな。これの、これの、これの、これだね。あ、ついたついた。ああ、よかった。おお、ほらほらほら、また間違えたね。これは兜だね。ああ、また間違えちゃった。ああ、ほんとたまったもんじゃないな、これ。投げとき当たるかな。ほんとこの、あとあれだね、ファイアボールの罠を殺してるから今大丈夫かもわかんないですけど。うわ、また来たわ。ほんとたくさんいるな。ああ、こんなの入れてたのか。じゃあ、ハームノンマテリアルで、はい、ヘダチさんね。よいしょ。さあ、どっちだろう。ちょっとね、回収するまでちょっとやめらんないような気がしてきたんですが。ああ、またこういう時に限ってそういうね、いて、ああ、いたいた、やつがいた。やつやつだ。ファイアボール用意して、ふう、早く撃ってください。次もう私に切り替えとかないと。嘘、こっちもか。ああ、やっちゃった。間に合う。ああ、間に合った。ああ、いや、もうね、もうこの敵ぐらいいいですよ、本当に。逆に言うと地べたに置いときは盗まれないのか。それもいいね。初めから地べたに全部置いておけば。あ、逃げちゃった。これ追いかけてってあれだもんね。ああ、ダメダメ、追いかけたら。追いかけたら絶対飛ばしとこう。あとは寝る。なんかドーン言いましたけどね。さあ、全部回収できてたら嬉しいな。ここ敵は来まくりだね、本当に。よいしょ。で、どの程度取り返せたんだろうか。毒投げ矢はこっちですね。で、カラフラスコ1個は私、
で、皮袋水割り。で、十字架は、私だね。水飲んでいきましょうか。で、食っときましょう。で、またもうこの先行に入力するのがね、もうね、頭が全然分かってないんですよね。でね、変にね、指が覚えてるもんですから、指がね、もうガンガンやっちゃおうって勝手にガンガン入れてるんですよね、指がね。もう私の指示なんかそっちのけでね、指がガンガンやっていっちゃってるんですよね、これね。で、今度こっちだね。さあ、何がどんだけ奪われたのかな。あ、はい。で、あ、水入りフラスコだね。これ、飲んだらいいよね。うん。で、こう持ってきて、え？何気なく、ヘタチさんもオレンジになってる。そんなに重量あったかなと。よいしょ。よいしょ。これで全部揃ったのかな？まさか、宝箱の中まで取られないよね。取られないよね。取られてないよね。で、あの音楽になるとこね、ダッタ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 ってなるとこどこか分かんないんでね、あの先に行きたかったんだけど、これは空かな、空でよかったかな。あ、これ空だね。 あっちまで飛んでけーっと。どこだっただろう、あのスイッチをして開いたとこだよね。ああ、ここはファイアボールのとこだね。一応荷物は全部揃ったかな。あ、ここに、あ、ここか。どっかで、ああ、兜がある。この辺は間違いないんですけどね。ただ橋じゃなかったと。あ、また来た。また落としの来たね。今度は、これぐらいでいきましょうか。ハールのノンマテリアル。おぉ、耐えるね。じゃあ私が次は。はい。これって、湧きまくってんのかな？全然わかんない。これは違うね。こんなとこじゃなかったもんね。ああ、30分超えちゃったよ。違ったかな。あ、これ違うね。これあれ落ちたとこだね。斧が上がったとこだね。違うね。押したら開いたとこだもんね。あ、そうだ。それこそ地図を見た方がいいのかな。地図見ても分かんないけどね。危ない危ない。本気的に言うと、どこだろう。いや、そんなとこないね。お、また来た彼ら。おい、もうちょっと強めでいきましょう。あ、一匹だけ。
交代でいきましょうねと思ったら、あ、ちゃんと真ん中来てくれたね。よいしょ。よいしょ。広いんだよね、これね。あ、ここか。ここだね。あ、ここだ。ああ、よかった。逃げるんでしょ、どうせ。お、逃げないね、この時。いや、まさかこんな長時間やることになるとは思わなかった。久しぶりに殴ってるからか、全然当たんない。なんかいる？ないね。ないね。で、ここをちょっと調べたいと。挙動不審な行動をするときは、してるのは許してくださいね。指が全然分かってないんで。あ、ここなんもない？あ、これだけだね。ああ、じゃあこれで心置きなく終われるわ。もうこれ解決したということでいいよね。ああ、解決したね。じゃあね、ちょっと安全な場所行こうかな。安全な場所行った方がいいよね。多分ね、このフロアはこれでほとんどやれることやったと思いますんで。ああ、あと杖とか置きに行きたいですよね。荷物がもうパンパンなんで。あと宝箱も持たなくていいかなと思ってるんですよね、実はね。お、何これ。ああ、これあれか。火のところか。この辺かな。ああ、この辺だね、多分ね。なんか出てきた。よし、やっちゃいましょう、もうこれも。もうパニックになったらできないわ、このゲーム。ほんと挙動不審だなぁ。あ、もうここ階段があるわ。よかった。どうせ逃げんのよね、これね、敵さんもね。あ、もうファイアボール撃っちゃおうかな。あ、ファイアボール撃っちゃおう。もしこれだったら壁に当たるからダメージ当たるよね。ああ、最悪。壁のところにいてくれるかなと思ったらいてくれなかった。よし、じゃあやろうね。あ、それじゃない。そう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 。はい、どうぞと。はい、やった。はい、1上がりです。確か階段があったと思うんですけど。ああ、だ、どこのとこだ。さあ、じゃあここでとりあえず終わっときましょうか。あ、どこの前で終わっとく、また。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。ダンジョンマスター、終わります。どうもありがとうございました。